自分がお客さんとして来たらっていう、もうそこだけで考えてるんですけどね。瞬時に多分世界中の人が見ても、くら寿司っていうことが分かるような、そういうふうな思いで、デザインしました。ブランドを作るお手伝いはしてるんですけど、本当にブランドを作るのはやっぱり社員なんですよね。まずその社員が自分たちのブランドを好きになってくれないと、作ったロゴをどういうふうに活用していくかってことが、そこがクリエイティブディレクション。